はい、次は2万円の洋服福袋。山田屋さんのね。うん、そうも山田屋さんのね。どうぞ。お、使える服があるかどうか。重いのよ。結構どっしりしてるよね。どっしりしてるね。丸まってる。全部気になっちゃう。あ、そういうことね。そう。あ、かわいい。色いいね。ねえ、パーティー色使いやすいよ。ただ問題は。ワンピース？うん、ワンピース。私の背がちっちゃい。わ、すごい広がるこれ。そうだね。入りきらないもん。入りきらないね。これがいくら？これが19,000円。もうそれだけで元取れてんじゃん。元取れちゃった。2万円の福袋一発目が19,000円。ワンピース。コート、うん、あ、これは使いやすそうだよ。19,300円。ほんと2枚の福袋ねえ。一つ買ったらおまけがいっぱいついてくるから。あ、うんうん、裏地もついてる。あ、うんうん、シンプルでとっても良さそう。もうちょっと下でしてくれるとありがたい。ほい、うん、あ、じゃあかけたい。うん、じゃあ上でやるとまさみの顔が全部映るわけ。はい、映っていいんだったら全然いいんだけど。うん、いい、ちょいならいい。うんうん、いいんじゃない。メトリーゼ。メトリーゼ、うん、でも夏服って言ってなかった。冬服。あ、冬服。うん、1万円の方が夏服。あの、そう、商品券で1000円で買ったのが。お、ベンガラ。茶色じゃないか、これは。茶色ではなくない？え、光の加減、うん、茶色でしょ。ベンガ、レンガ。レンガいい。やっぱベンガラだ。14,000円。動画で撮ったら結構レンガ色で、うん、あ、そう、うん、あ、でも後ろが、それ後ろ、うん、中に着ないといけないけど、うん、あ、かわいいね、前が短くって。うん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 。あ、セーターかな。セーター、セーター、黒の、黒のセーター。これはまた使いやすい形と色ですね。だね。いいね。うんうん。この黒のセーターはもう何枚あってもいいよ。助かる。革？革製品が出てきた。うん。革だね。革だね、多分。なんていうの。
フワイ系ダークブラウン。もう今コーヒー、あ、ズボンなのか、エプロン、違う、ズボンでしょ、ズボンだ、スカートじゃなかった、これなんか作業用のあれに使えそうだよ、うん、防水ああなるほど、うんうん、なるほどなるほど、あ、ズボンか、ほんとだね、おお、使うかな作業するときに使えないわ金額があれ9790円、まだ使えるんじゃない使えないわこれもセーターだな、何品、うん、決まってないはず、あ、そうなんだ、うん、1万4000円のセーターラディート、お、あ、ロングワンピース、ニットワンピース、うん、あ、いいね、あ、いい色だね、使いやすそう、うん、普通に襟、うん、襟かな、このやつ使うかな、ああ、全然いいさね、かわいい形が、なんか去年みたいな面白いのは出てこないの、あの腕みたいなやつ、うん、これどうやって使うのってやつあれ、ちゃんとお店に行って聞いてきたよ、店員さんも爆笑してたけど、白、白、これもセーターだ、今回はトレーナー系かも、去年は結構分厚いアウターが入ってたから、うん、そうだね、これもまた、あ、ちょっと春先に良さそうな、うんうん、いいんじゃない、若すぎるか、取られるだろうね、サークに取られるかもしれないね、これは、なんだろう、デニール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 、ちょっと小さいね、うん、丈は短いかも、でも下が広がってるズボンだったら、これで最後、最後、これがラスト、2万円のラスト、2万円のラストズボン、あ、嬉しい、ゴムのズボン1万5000円、うん、スコットクラブ、あ、助かるな、これいいね、黒いズボン当たりだね、今年も当たり、今年は、今年もとっても当たり、全部使えるよ、うんうんうん、おやおや、うん、今年本当に当たりじゃない、ね、色が、うん、ド派手な色がなくっていいね、楽しみだ、ぜひまだ店頭にあるようだったら皆さん検討してみてはいかがでしょうかそれでは次は1万円の福袋、おまけかな、これ一応おまけじゃないよ2万円の福袋に5000円ずつ、うん、商品券が入ってたからそれで1000円で買った、1万1000円の福袋、商品券で1万円手出して1000円で買ってきた夏の福袋、夏物の開封していきたいと思います。